皆様いかがお過ごしでしょうか。高健鉄でございます。今回はですね、満を持してハンバーグをご紹介したいと思います。まあハンバーグといっても、いろんな作り方あると思うんですよね。こう肉感をガッと出した肉肉しいハンバーグとか、中にチーズが入ったあのとろーりしたやつとか、いろんなハンバーグあると思うんですが、今回ご紹介するハンバーグは、お家でできるだけ手軽に常備調味料だけで美味しく作れる、ふわっと切ったら肉汁がジュワッとあふれるようなジューシーなおうちハンバーグご紹介します。では早速作っていきたいと思います。このままだいたい皆さん2分の1個にして、こう切り込みを入れていって、横に切り込み入れていって、結構大きくみじん切りになってしまう方が多いんですよね。今回ジューシーなハンバーグにするためには細かいみじん切りにしていただきたいんです。これね、もう切り込みじゃなくて頑張って薄切りにしてください。でここからもうこのようにザクザクと切っていくと、もう簡単に細かいみじん切りになるわけなんです。あっという間に細かいみじん切りができます。ここで本来は炒めていくんですが、フライパンを出して炒めて、出して冷まして、またフライパンを洗って、めんどくさいので手軽にレンジ加熱したいと思います。ただちょっとポイントが、ここでサラダ油ですね、もうオイルを混ぜます。オイルを入れてさっと混ぜる。レンジ加熱するんですが、普通にそのまま加熱ではなくて、一旦オイルを混ぜてからおラップ、そして加熱をすると、という間に柔らかく、そして玉ねぎの甘みもギュッと引き出す、もう炒めた状態と同じようになるんですよね。すごく便利です。これではちょっと加熱していきます。よし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 、はい、加熱しました。このラップ外すときに皆さん気をつけてくださいね。見て、ほら、もう本当にこんな状態になるんですよ。柔らかくなってます。でポイントが、こっからラップを外して再加熱します。ラップを外して再加熱することで、余分な水分を飛ばすという、よりこうちょっと凝縮させるような効果ございますので、もう一回やってきますね。では水分を飛ばしました。もう熱々なんですけども、本当にほら炒めたみたいになっておるんですよ。この玉ねぎ大さじ11杯分ぐらい取っておきます。これは後でソースに使いますから。で、熱々の玉ねぎを早く冷ますために、もうパン粉と牛乳をもうこの段階に入れちゃう。そうすると冷たいものが入りますので、すぐ冷めるんですよね。ほら、きれいにパン粉も柔らかくなり、こうすると非常にひき肉と混ぜやすくなるんですよね。一体感が出ます。熱々の玉ねぎはひき肉に入れると、もうひき肉にちょっと火が入ってだれてしまって、肉汁がギュッと閉じ込まらないので、で粗熱が取れたら、もう卵も入れておきます。ここにすべてこのつなぎ系のもの、固形物はすべて一緒に混ぜておきます。この状態にしておきます。では合いびき肉、ギリギリまで冷やしておいてください。この余分な熱というのがハンバーグの大敵でございますから。でここで味付けをしていきます。味付け、お塩&
このウスターソース、ここでも味をつけます。このウスターがちょっとのお店感を出してくれます。野菜の甘み、ちょっとしたスパイシーさもあってですね。でこれをまずはちょっと握るように、で手の体温もあまり入れたくないので手際よくギュッと握りつぶすように調味料入れていく。なんとなく全体馴染んだなってなりましたら、先ほどの卵、玉ねぎとかこのつなぎ系のものをここでニュッとこう同じように握るように、先に調味料でしっかり下味をつける、ひき肉に。それから固形物を混ぜると非常に混ぜやすくなります。同じようにこの広げてガーッと練り混ぜる。ここも熱はあまり入れたくないので手早く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 、ここ頑張ってね。見てください、この短時間で見事な一体感、ちょっとけば立つような感じ、分かります？キュッと、こうするとしっかり赤身と脂身と、つなぎが混ざったよという合図でございます。よっしゃ、いよいよ成形していきます。ちょっと手油をちょっと軽く塗っていただいて、で表面平らにならしてから、今日2個作るのでなんとなく2等分に。見てください、このやっぱり玉ねぎがちゃんと加熱しているので表面がきれいになるんです。でなんとなく丸めていただいて、ここ一番大事なのがやっぱり空気抜き。もうね、2、30回は最低やってください。見て表面、この艶やかな滑らかな、この表面にしていただきたいんです。で玉ねぎのみじん切りが大きいと、あと加熱してないと隙間ができて、でそこから肉汁がどんどん漏れ出すんですよね。きれいにコーティングしてください。ではこのようにフライパンにインしてます。真ん中絶対へっこまさないでください。あれはもう本当に肉汁も逃げやすい、焼き色もつきづらいので、自然な重みでギューッとフライパンにひっつく方がきれいに焼けます。よし、もう一個置いていただいて、ちょっと ここで形を整えながら、ちょっと広げていただいた方がしっかりきれいに焼けます。すんごいこんもりになるんですよ、肉汁がたまるんで。で、厚さはだいたい2センチぐらいのイメージで広げていただいたらいいかなと思います。手でやるよりもこういうゴムベラとか使っていただいて、きれいにしていただいてもいいと思うんですよね。とにかく冷たいままのフライパンにこのひき肉を入れると落ち着いて成形できますので、 OK。 ではいよいよファイヤー、このまま、両面をこんがり焼いて旨味を閉じ込めます。ちょっと油がビチビチなってきて、今美味しい香ばしい香りがしてきました。そうなってくると少しフライ返しをさせていただいて、ちょっとポジションチェンジします。焼くところですね、ちょっと油のある部分にちょっと真ん中を移動させる。一番真ん中が焼き色がつきづらい場合があるので、ある程度馴染んできましたら、こう軽くポジションチェンジしてあげると焼きムラがなく香ばしく均一に焼けます。それだけ意識してくださいね。でどんどんこう厚みが膨らんでいく、こう肉汁が溜まっていってる証拠になりますね。ではいい色になってきました。ちょっとこの油のとこがちょっとほらこんがりとなってるので、それが返す合図になります。で返し方ちょっとポイントがあるんですけど、このフライパンの側面を使ってゆらっと、こんな感じで返してください。いいんですか？ペタッと返すとね、肉汁が漏れやすくなるので、フライパンのサイドを使ってふわっとこんな感じで返してもらうのがベストですね。だいぶふっくらなってきましたね、これ肉汁が溜まってきている証拠です。でここまで来ましたら蒸し焼きにしていきます。やっぱり家庭ではこの蒸し焼きですね。蒸し焼き、これほど厚みが出てきたハンバーグというのは中まで火が通らないんですよね。その場合は
蒸し焼きにしてふっくら中まで火をじんわりと入れていきます。 OK OK、 ここで火を止めます。1分ここで余熱でじんわりと中まで火を通します。これが大事。その間におソースの準備とかお皿の準備とかしといてください。完璧の状態です。で、よく蒸し焼きにすると欠点がありまして、蒸し焼きしすぎるとあのもろもろが出てきたことないですか、あの塊みたいな、あれは旨味の塊なので、あのもろもろが出てきたっていうことはもう全て旨味が逃げてる証拠になるので、あれが出てくる前に火を止めて蒸らしに入っていただきたいんですね。オープン。ちょっとあのごめんなさい、僕が食べるから許してね。この弾力見える？プンとこの針、プン、この押してすぐ跳ね返ってくる、もう肉汁があふれる寸前で、これ覚えててください。何回か触ってこのプルンプルンの針で、もうね、食べるお皿に盛り付けてください。でここでもう取り出して、でしかも冷めないようにあのラップを、もうラップしといてほしいんです。ここですいませんね、はい、ちょっと布団で仲良く寝る添い寝、じゃあ添い寝していただいて、でいきます、いきます。冷めないうち、ここにもう旨味が残っているわけです。これを生かします。おいおいおい、バター、お酒、玉ねぎ、これあのあれね、最初に加熱したレンジ加熱した残りの玉ねぎ、この玉ねぎがいい味出します。ケチャップ、これ速やかに、でウスターソース、あのひき肉にも入れて混ぜましたけど、これで最高の美味しいハンバーグソース作れます。混ぜます。もうとろみがついたらもういいので、もう手早く作ります。でこのほら、このちょっとした粒感がちょっととろっとなっていいんですよね。ええ感じですわ、ええ感じ、とろっとしてきました。よっしゃ、では仕上げに行きましょうか。ではせっかくなんで、もう一個のやつ中ちょっと切ってみましょうかね。いいですか、プルンプルンよこれ。うお、うわお、この吹き出す肉汁完璧でございます。あ、いやー、おいおいおい、ちょっとびちょってなっちゃったけども、見てほら、もうこういう王道の料理は余分な添え物乗せません。ブラウンイズビューティフル界の王の王だね、キングオブキングス、できました。王道ジューシーハンバーグ、この美しいブラウン見てください。それではいただきます。いやー、このあふれる肉汁におソースたっぷり、いただきます。うん、うん、柔らかさ、ふんわり度合いね、肉汁、肉の美味しさ、申し分ないね。本当にあの普通の素材でしっかり作るとこれだけ美味しくできるということだと思うんですよね。あのお忙しいと思いますけど、ちょっとこの王道ハンバーグは丁寧に作っていただけたら嬉しいなと思います。超おすすめ、ぜひ作ってこの肉汁を味わってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。